こんばんは。いつも楽しく学ばせていただいています。毎日ランニングをしているのですが、縦串体操を始めてから以前より怪我をせず早く走れるようになり、体操することで走るのも速くなるなんて驚きです。オリンピックのマラソンでは日本人選手の走りに感動したのですが、同時にケニア人をはじめとしたアフリカ系の選手の強さが光っていました。最近では骨格が違うから日本人はマラソンでアフリカの選手には勝てないという意見もあります。私自身は王子が格闘技ではなくマラソンに挑戦していただければ世界一になれるのではないかと思ったりしています。笑い。ね、体操することで走るのも速くなるなんて驚きですということで、これは本当にそうです。これ走るだけじゃなくて泳ぐもそうだし、自転車もそうだしね、全部です。野球のパフォーマンス上がるし、運動神経が変わったってことなんですよね。だから僕はスポーツ選手とかスポーツやってる人とか、こういうマラソン選手なんかも本当に、例えば大会試合が当分ないっていう場合はしばらくもうやめてもらって、ほんまに作り変えたいんであればマラソン走るのを禁止ってしてたんですよね。ほんまに本気で変えた人は。で、この僕が言う体操をもう1ヶ月、ね、場合によっては2ヶ月とかやり込ませるわけですよね。そうすると運動神経ガラッと変わっちゃうんですよ。マラソンの練習してないのに走るといきなりタイムが上がったりするんですね。これは短距離の場合も一緒ですということが起きています。それをやらずにいきなりマラソンの練習またしてしまうと、まだ昔の間違えた体を例えば緊張させたり力ませたりするような運動神経がまた働いてしまいますね。で、それを繰り返してしまうとまた記憶させていってしまいますので、いいことしてんのにまたその間違えた体の使い方、運動神経使うっていうのをやると効果が上がらなくなるんで、だから禁止にしてたんですよね。カツラ禁止師匠にしてたわけですよね。で、例えばシャツをやって帰っていってもらってたわけですよ。それ鉄則でやってました。だからこれはランニングだけじゃなくてね、全てにおいてそうです。水泳なんかもそうですよ。本当にびっくりするぐらい、例えばシャツだけやり込んでやったらめっちゃ早く泳げるようになって、気持ちよく泳げるようになってびっくりしたっていうことになってますね。とオリンピックのマラソン選手で日本人の走りに感動したのですが、同時にケニア人をはじめとしたアフリカ系の選手が光っていましたということで、最近では骨格が違うから日本人はマラソンでアフリカの選手には勝てないという意見もありますっていう、ここね、よく言われるでしょ。海外の選手と日本人は骨格が違うからって言うじゃないですか。で、その先聞かせろよって話なんですよ。僕からしたら骨格が違うからって具体的に何なんって話なんですよ。何を証明して言ったのって話ですよね。骨格の何が違うくて、だからどういう原理で、だから日本人はこうでケニア人はこうだっていうのを言ってる人ゼロですよ。なのに骨格が違うからの一言だけで終わらそうとするでしょ。何が違うねんって話ですよ。僕言うてます。骨格が違うことない、一緒です。取ってみたらわかるやん。一緒なんですよ。骨の数も一緒で、そう大差ないし変わらないし、背骨が一本多い人とかはそれはケニア人日本人じゃなくて日本人の中でもあるしね。指が6本とかないよ。足が3本とか4本ないでしょ。骨格一緒な、骨格構造は同じなんですよ。だからそれは骨格が違うからっていうので逃げちゃダメです。こっからの話が非常に重要で、もう日本人でもアフリカ選手に勝てる可能性はあるのかっていうことと、そのためにはどんなトレーニングが必要なのかっていうことですけれども、可能性はもうあります。モハメドアリです。めちゃくちゃありまくりまクリスティです。それは現代日本人を見てたらダメで、僕たちの祖先先祖江戸時代以前の日本人に学べば答えが見えてくるんですよ。そのために開いてるのが江戸時代の体作りワンデーセミナーですね。だから江戸時代の体になるような鍛錬を積ん、江戸時代以前の日本人のね、体になるような鍛錬を積んでいけば勝てる可能性は出てきます。スポーツ科学、そしてスポーツ医学全盛の今の日本のスポーツですから、スポーツ界っていうのは。で、スポーツ科学、スポーツ医学って残念ながらって言ったらあれですけど、全部アメリカ、ユナイテッドステーツオブアメリカから来たもんですから、アメリカナイズされたその理論を日本人に当てはめて、それがやろうとしてるでしょ。じゃなくて、そういう筋肉ではなくてですね、骨格ですよね、骨の使い方ですよね。で、体のあり方、江戸時代の体作りワンデーセミナーで教えている通り、そういう風に骨と筋肉を分離して骨格をその構造通りに扱えるような身体というのをどんどん作っていく。江戸時代以前の日本人はそれが凄まじかったわけですね。欧米の人ではできないような体の使い方ができたわけです。骨格構造は一緒ですよ。だから欧米人も学べばできるんですけれども、だからそういうトレーニングが必要です。ただ走ったり世界の選手とかと同じようなトレーニングばっかりしてるんではなくて、筋トレ、マラソン選手も筋トレが必要や、プライオメトリクスが必要やとか言って、そうやってやっていくのはそれはそれでいいとし、もう一個別の江戸時代の日本人っていうのはめっちゃ現代のマラソン選手よりも飛脚ですらですね早かった可能性あるんですよと。実際走っているその記録を見てみると、これタイムに換算するとオリンピック選手、金メダル選手よりも早いっていう風に計算できるデータがあるわけですよね。で、飛脚だけでもそうだし、飛脚の上にこれも YouTube で出してますけども、神速歩行術、神の足、神速歩行術っていうの
のがあったと。実際あったんですね、これ。文献に残っております。忍者の人たちですけれども、神速歩行術っていう集団があって、でその人たちは、飛脚より早かったっていうね、竹川畜斎という人が有名な人いますけれども、その人なんかも、タイムね、もうちゃんと記録残ってるわけですよ。それタイムに換算したらもう、金メダル1回で100個取らなあかんぐらい、全然早いんですよ。なんかそんなんやったんですよ。なんでそこを見ないのかなっていう不思議な感じ、僕からしたら不思議すぎる。でなくて、アメリカの最新のトレーニングとか、海外の最新のトレーニングとかね、大学で研究した最新のトレーニングとかやっちゃうんですけれども、昔の日本人に学びましょうってことです。だから昔の日本人に学ぶようなことをしていく、トレーニングをしていけば勝てる可能性は大いにありますし、むしろ昔の日本人の方が今のアフリカのマラソン選手よりも早かったっていうデータがあるんですから、事実があるんですから、可能性はもちろんありますよってことですね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の文字 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。